フィラデルフィア計画、フィラデルフィア計画、フィラデルフィア計画、フィラデルフィアエクスペリメントは、ペンシルベニア州フィラデルフィア沖合で行われたとされる、アメリカ海軍のステルス実験、正式名称、レインボープロジェクト。公式見解ではあくまで都市伝説となっている。以下、この節では、都市伝説としてルフしている、フィラデルフィア計画の内容について説明する。 この実験は1931年ニコラ・テスラが設立したと言われるレインボープロジェクトの一環であった。当時のレーダーは船体が発する特徴ある時期に反応するシステムであると考えられていた。そのためテスラはテスラコイル高周波高電圧を発生させる変圧器で船体の時期を消滅させればレーダーに移らないと考えていた。その後、 この実験は、ジョン・フォン・ロイマンに引き継がれ、1943年、駆逐艦、エルドリジに船員を乗せ、初の実験を行うこととなる。1943年10月28日、ペンシルベニア州フィラデルフィアの海上に浮かぶ、エルドリジを使って、ついに大規模な実験が、秘密裏に行われた。当時は、第二次世界大戦の真っ只中であり、実験目的は、 新しい秘密兵器、磁場発生装置テスラコイルを使い、レーダーに対して不可視化するというものであった。テスラコイルの高周波によってレーダー波を無効化するための装置として、エルドリッジの船内には多くの電気実験機器が搭載されており、そのスイッチを入れると強力な磁場が発生し、駆逐艦がレーダーから認められなくなった。その時にレーダー波がエルドリッジへ向けて照射されたことを意味する。 まさにその時、実験は成功したかのように見えたが、不可思議な現象が起こる。実験の開始とともに、海面から緑色の光が湧き出し、次第にエルドリッジを追っていったのである。次の瞬間、缶は浮き上がり発光体は、幾重にも缶を包み、みるみる姿はぼやけて、完全に目の前から消えてしまった。実験開始直後に、駆逐艦はレーダーから姿を消す。 ここまでは実験参加者たちの予定通りであった。しかし直後にエルドリジはレーダーからどころか物理的に姿を消してしまい、おまけに 2500km 以上も離れたノーフォークにまで瞬間移動してしまっていたのである。それから数分後、またもや発光体に包まれカンは元の場所に瞬間移動した。再び戻ってきたエルドリジだが驚くべきことに乗員は 次のような惨状に陥っていた。また、生き残った乗組員も精神に異常をきたし、エルドリッチの内部は、まさに地獄絵図のごとくであった。唯一、影響を受けなかったのは、鉄の隔壁に守られた、機械室にいた、一部のエンジニアたちだけだった。こうして、実験自体は成功したが、行方不明、死亡16人、発狂者6人という、取り返しのつかない結果になった。 このことに恐れをの,のいた海軍上層部はこの極秘実験を隠蔽したと言われている。そもそもこの実験が行われたという密告は1956年に天文学の分野で博士号を持つ作家のもとにカルロス・マイケル・ワレンデーと名乗る人物から届いた手紙に橋を発する。その手紙にはレインボープロジェクトの内容が国名に綴られていたという。しかし、 モーリスは手紙をやり取りするうちに内容を疑うようになり、コンタクトを打ち切った。モーリスはこの手紙を受け取った3年後、1959年4月、謎の自殺、もしくは自殺に見せかけた暗殺をしている、排気ガスをホースで車内に引き込み、一酸化炭素中毒で死亡。アメリカ海軍は総力を挙げて、アレンデという人物を探したが、失敗に終わったという。しかし、 後に、アレンデが名乗り出たものの、当初実験の存在を否定するもそれを撤回するなど、尻滅裂な発言を繰り返したため、アレンデの虚言という可能性が高い。逆に考えると、軍事機密の漏洩で追われる身となったアレンデが、追跡の手緩めたいとの思惑から沢氏を、装ったのではないかとの指摘もある。一説では、万発体計画に対する疑惑作戦とも言われるが、 当時、海軍が実用化感もないレーダーを敵が使用した場合に、備えての対レーダーステルスを実験するというのは、軍事論理的にあり得る話であり、告示した実験で思いもかけないアクシデントが、起こり多くの犠牲が出た、責任追及を恐れると同時に、そのアクシデントの中に、巨大な軍事的可能性をはらんだ、物理現象があった、後日の兵器開発の機密保持性を高めるために、 その実験そのものも隠蔽されたと指摘する向きもある。現在でも、この非現実的な軍事実験は、多くのマニアを引きつけている。エルドリジは実在の駆逐艦である。アメリカ海軍歴史センター、及び海軍研究所、アンアの調査によれば、エルドリジは8月27日に、ニューアークで収益して、以来、1943年中には一度も、フィラデルフィアに寄港していない。 この期間を含めたエルドリッジの戦時日報はマイクロフィルムに保存されており、誰でもそのコピーの閲覧を請求できる。また、ノーフォークでテレポートしてきたエルドリッジを目撃したとされる商船。アンドリュー・フルセスは記録によると10月25日にはノーフォークを出港しており、以降1943年中は地中海にあった。また、同船に乗り組んでいた。 米海軍予備士官ウィリアム・エス・ドジショー尉は、彼も他の乗組員もノーフォーク在泊中に特に変わったものは見ていないと断定する紙を寄せている。そもそも、エルドリッジとアンドリュー・フルセスが同時にノーフォークに在泊していたことはない。エルドリッジは1951年にアメリカ海軍から除籍され、ギリシャ海軍に払い下げられて、駆逐艦と海将。1992年には、 除籍、1999年に解体のため売却されている。ノーフォークを管轄する第5海軍管区の将兵は海軍交渉で行われていた様々な実験がこの都市伝説の元ととなったのではないかと考えている。また現在に至るまで信じられている説としては、障子に関する実験が誤解されたのではないかという説がある。この障子とは、官邸が持つ時期が、 地磁気を乱すのを探知して爆発する磁気機から船体を守るため、艦船に電線を巻きつけ電流を流し、電磁石の原理で艦艇が持つ磁気を打ち消す作業のことである。障子をきちんと行えば磁気機来から艦艇は見えなくなる。ただし、人間の目やレーダー、ソナーなどには通常通り映る。詳しくは船体障子の降参証。別の説としては、 1950年代に駆逐艦ティマーマンで行われた通常の 400Hz の発電機ではなくコイルを小型化できる高周波数 1000Hz の発電機を搭載する実験がこの都市伝説の元となったというものもあるこの実験では高周波発電機から放電現象などが起こったものの乗組員に実験による影響はなかったなお1956年に 様々な科学的な手書きのコメントが書き込んである、モーリス・ジェサップが出版した UFO に関する本が海軍研究所に郵送されてきた。個人的に興味を持った研究所の研究員がこの本をジェサップに見せたところ、ジェサップはこの本のコメントを書き込んだ人物と、以前フィラデルフィア計画について、手紙を彼のところに送ってき人物は同一人物だろうと推断したという。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。